はい皆さんこんにちは,こんばんは,はちょっと断捨離とかの話の続編みたいな感じでちょっと応用編でやろうと思うんですけれども、まあ、海外移籍等でね、えー、と今シーズン前半で排出が止まったりする選手だったりだとか、まあ、その他にも日本代表とかで期間限定で出てる選手とかタイムスリップとか期間限定で出てる選手結構いるんですよね、まあ、そういった選手たちをどうするかっていうのは結構みんな悩んでるところだと思うんですね。 まあ特に限定カードとかであれば、まあそれなりに残しておく人がいると思うんですけれども、特にレギュラーカードだったりだとか、まあ、あとはグローリーカードですよね。そういったところの処分に困ってて、それが結構ボックスが圧迫してて、まあね、ちょっとどうにかしたいなっていう人も中にはいると思うので、まあそういう人たちに向けてちょっと今日はね、こういった動画を作りたいと思います。まあ海外籍でね、 後半配ーーになる選手たち、残すべきか、売るべきか、ということでね、まあ、お話をしていきたいと思います。まあ、先ほども言いました通り、レギュラーとグローリーの観点からちょっとやっていこうかなと思います。はい。ということでね、じゃあ今日の動画について、今一度説明をちょっと先にさせていただきます。えー、海外移籍や日本代表、タイムスリップなど、まあ、これ今後もね、もっと増える可能性あるんですけれども、まあ、例としてこういった感じですね。で、限定的な期間で、えー、登場した選手ね、 とか、まあ今後ね、惜しくも排出が止まってしまうというね、まあ喜ばしいことなんでしょうけど、まあ J クラ的にはちょっと痛いんですけどね。<laughs> 複雑ですけれども。まあね、今後排出が止まる選手とかをどう管理すべきなのかを助言するための動画です。まあもちろんここには書いてないんですけれども、まあ引退とかね、そういった感じでの排出停止とかもあると思うんで、ちょっと引退のことについてもまあね、ちょっと早いですけど触れておこうかなと思いますけれども、まあ主にね、この3つ、まあ特に海外籍の選手ね、 直近の話題で結構あると思うんで、ここをね、重点的にやっていこうと思います。はい。ということでね、まあ、海外籍等でね、排出止まる選手、まあ、ここのサムネの3人の選手以外にも、まあ、結構いますね。まあ、例えば、まあ、思いつくところで言ったら、まあ、キム・スンギュ選手とかもね、海外に移籍しちゃったりとか、まあ、そういったところですよね。まあ、何人かいらっしゃいますけれども、まあ、そういった選手たちを今後残すか売るか、 大事なところなんですけれども、ま,あ、まずはじゃあ、レギュラーカードや限定カードを残すかどうかのちょっと基準の話について説明をしていきたいなと思います。でこれはね、やっぱね、カードの性能でね、決める場合がありますね。はい。これは結構でかいと思います。まあ、そのカードが今の環境で通用するかとか、まあ、そのカード自体が、まあ、どういう、まあ、そうかな、スキルとか、能力指的に見てどういう立ち位置にいるカードなのかというところで、まず考える必要があるかなと思います。まあ、特にサムネに挙げました、まあ、上田泰選手のまあ限定とか、 まあ今回ね、エクスペで登場してる若手の2人のね、選手たちとか、まあ結構そのまま使えるんですよね。結構強い、うん、強い選手たちなので、まあ残してもいいんじゃないかなと思います。まあそういった感じのね、カードの性能で決める。まあこれレギュラーカードも一緒だと思います。レギュラーカード、うん、まあただレギュラーはちょっとね、限定に比べてちょっと、売るね、ハードルはちょっと上がりますけれども、はい。まあそういった感じで決めていっていいのかなと思います。 まあ、あとはカードの育成具合ね。これも結構大事だと思います。結構凸してるとか。うん。例えば、まあ、育ってないとかだったら結構売りやすいんですけれども、これがじゃあ、仮に肝突とかしてたりとか、まあ、ある程度7凸とか5、まあ、5凸以上とかね、育っちゃったりしてる場合とかは、まあ、なかなか売りにくいとかがあると思うんですよね。まあ、引退した選手とかだったらあれですけれども、まあ、まだね、海外に行っただけでね、もしかしたら復帰する可能性とかも当然あると思うし、まあ、その選手のね、センスの付き具合とかね。まあ、そういったのを、 まあ、考慮して、まあ、戻ってくることも考えた上で、まあ、カードを残すというのは、まあ、判断としてはありじゃないかなと思います。まあ、逆にこれに該当しない場合は、まあ、ってもいいんじゃないかなというところですよね。例えば、まあ、その、限定、限定じゃない限らず、まあ、カードの性能上今後自分が使うかどうか。うん、この選手、やっぱり、その、例えば今の自分の手持ちの選手とか見て、 うんこの選手がいるから出番なさそうだなとか、これから先術付けもちょっと難しくなるしなとか、ね、切ら狙いもちょっとできなくなるしなとか、そういったところを含めてどうかというところなんですけれども、うん、まあ、その手持ちの選手と比べるのはいい方法ですよね。まあ、この選手がいるならもういらないやって感じなら、まあ、正直思い切って売っちゃってもいいかもしれないし、まあそこはね、皆さんの判断次第ですけれども、はい、まあ、取っとくのもいいし、取っといて使い物にならない、まあ、使わないカードというのは正直、 一番いらないですからね <laughs>。ちょっと厳しい方しますけれども。まあ思い出として取っとくのもありですけどね。まあそういった撮り方もあります。まあ今回僕が言ってるのはあくまでね、まあその効率中な話なんで、はい。まあそういうなんかね、ファンとかそういうのは抜きにして話してるんですけれども、まああくまでね、そういうの抜きにした話ね、今日はね。ちょっと性格悪い人になっちゃうからね <laughs>。そこはちょっと考慮してください。分でちょっと察してください。はい。 で、まあ、カードの育成具合のところに付随してなんですけれども、あとはそうですね、キラーかどうかも結構でかいかもしれないですね。うん。キラーかどうか、そのカードが。まあ、キラーって結構やっぱ貴重なんですよね。そんな狙って取れるもんでもなかったりするので、うん、まあ、僕だったらちょっと大事にしちゃいますかね。僕ちなみにじゃあ残してる選手誰かって言われたら、まあ、古橋選手とかね、キラーも、まあ、キラになったのもあるんですけど、キラーになる前から残してたんですけど、まあ、もともと4突か5突ぐらいして、 うん古橋選手って結構神戸の85の時とかもあったからね、結構手に入,入る選手だったんですよね。まあ、そういうのもあって結構僕も育成進んじゃってて、まあ、それでセンスもまあまあついてるのに残してたりとかしたんですけれども、まあ、今はキラーになってね、代表のキラグロで引いちゃったんで、まあ、キラーになってますけど、まあ、結局使ってないんで、実際まああれが必要なカードかって言われたら、今のところ必要ではないんですけれども、まあ、復帰したらね <laughs>、とかね、こういう感じです。 復帰した時のこと考えたらもうね、これ持ってるだけで、まあね、更新とかできたらでかいよなぁとか、そんな感じで持ってるのはありだと思います。はい。まあこれはカードの育成具合で決めるって感じですかね。はい。じゃあ次、あ、次じゃない。<laughs> ちょっと待ってね。ごめんね。ちょっと順番違いましたまあレギュラー限定カードの、じゃあグレードについてちょっと話をしていきましょうかね。グレード。うん。 まあこれはね、グレードが85以上の選手ほど残す基準はね、厳しく見るといいかなと思う理由がありまして、まあなぜならね、トレードコインの関係ですね。まあトレードコインがいっぱい持ってるという人はまあ別にこう気に,気にしなくていいんですけれども、まあね、なかなか無課金、微課金とかでやってる人、まあ僕もそうですけど、毎月結構そんな余裕がない人とかに関しては、うん、まあ積極的に売った方がまあトレードコインにもなるしね、強化素材にもなるということで、 まあ厳しめに見ていいんじゃないかなと思います。まあ逆に言ったらもう50何歩とかぐらいの選手は100人しかならないので、まあちょっとね、おおらかに見て取っておいてもいいと思うんですけれども、はいって感じですかね。まあそういったところのメリットもあるので、まあ、うん、使わない選手はなるべく僕は打った方がいいなと思っちゃう派なので、まあこういった意見も参考にしていただければなと思います。はい。じゃあ次ね、グローリーカードについてなんですけども、グローリーカードはまあね、そうですね、基準としてはまあキラかどうか。 うん、これ大事ですよね。まあ、レギュラーカードでもそうなんですけれども、まあ、キラーならね、僕はね、さすがにね、残すべきだと思います。まあ、キラーってやっぱ貴重だからね、その結構手に入る選手とかもいるんですけれども、まあ、基本的には貴重な選手と、あ貴重なカードと思って考えていいと思います。はい。まあ、売って後悔するよりはね、占い公開っていうのもね、あるんでね。 まあ、キラーは特に、その取り返しがつかなかったりもするので、まあ、個人的にはキラーだったら、まあ、残しておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、ただこれ引退とかじゃない限りですね。引退した選手はちょっと戻ってくる可能性がもうあんまり考えられないと思うので、まあ、そこに関しては打ってもいいのかなって感じがします。で、あとはね、グローリーカード自体にいいセンスがついてるかどうか。まあ、これも結構大事でして、例えばまあ、金ヒピとか、ね、アタッカーだったら金オフェンスとか、 ね、まあ銀でもいいし、まあ銀以上は基本的に結構貴重だと思うんですけれども、EP にしろ、ステータスアップにしろね。まあステータスアップはその選手に伴ってるかとかありますけれども、まあそういうのがついてるんだったら僕はまあ残しておいてもいいのかな。まあ特に代表とかだと、まあ周期があるんですけれども、まあ来年出るかわからんけどね、まあまた出てくる可能性もあると思うんで、うん。まあ個人的には残してもいいんじゃないかなと思います。そういうセンスのアドバンテージがある場合ね。 まあ逆になければ売ってもいいかなと思います。はい。で、あともう一つ、まあ、方法としましてね、あのお伝えしたいことがありまして、まあ、例えば、グローリーカードをね、まあ、残したい選手がいるんだけど、複数枚グローリーがあって、ちょっと圧迫しちゃってるんだよねっていう状況も考えられると思うんですよ。 そういう時っていうのはもう重ねちゃっていいと思うんですよね、個人的には。まあ代表選手とかで結構ね、グローを手に入る機会ありましたし、あれ残してる人とかもいると思うんですけれども、もし次代表とかで出てきた時っていうのは、またその時にグロー取れるので、解放分のグローとか残してる人いると思うんですが、まあ基本的にまあ別に混ぜて、今混ぜておいても、まあその次来た時にね、またグローリーカードを手に入れればいいと思うので、 まあ個人的には重ねて保管するか、もう重ねて結果ダメだったら売るぐらいの気持ちで重ねていっていいんじゃないかなと思います。まあこういうのをするだけでもだいぶボックスの空き量とかね、増えるんで、まあ結構ね、ボックスパンパンなんだよねっていう人いるじゃないですか。まあ僕もなんですけど、まあ僕の場合はもう結構、 結構 <laughs> 整理してパンパンなんですけど、まあ、意外と整理してなくてパンパンって言ってる人もいるんでね、まあ、こういう感じで整理をすることによって、まあ、空き数はね、結構増えるんじゃないかなと思うので、まあ、個人的にはこのやり方はまあグローリーカードの圧迫につながってる人は特におすすめかなっていう感じがします。はい、ということでね、まあ、今日はちょっとレギュラーカードとグローリーカードのまあ海外移籍とかね、ちょっと配数が止まっちゃう選手とか、 まあ、期間限定的にね、排出してる選手とかの話をちょっとさせていただきました。まあ、結構ね、難しいシビアな問題ではあるんですけれども、まあね、根本的に、まあ、使うか使わないかとか、これから必要か必要でないかっていうのは、やっぱり基準がね、きちんと決めて、まあ自分でね、どうにか、まあ断捨離するのも、もしかしたら快適にプレイするためにはね、必要なことなのかもしれないです。まあ、戻ってくる選手に関してはまあ1年後とか2年、まあ最大でもね2年、1年、2年とか、 立たないと戻ってこないと思うんで、まあ、その時にはね、また違ういいカードが手に入ったりするかもしれないんで、まあ、そういうところもね、考慮して、まあ、グローリーカードも同じくなんですけれども、まあ、しっかりとね、整理して、まあ、なるべくね、ノンストレスな、えー、J クラライフを送ることが大事なのかなと思います。それでストレス溜めるぐらいならね、ということでね。じゃあ今日は、えー、限定カード、あ、限定カードじゃない。海外移籍等のね、あのー、排出が止まる選手たちの、まあ、断捨離方法といいますか、まあ、整理方法といいますか、 まあそういったものをね、ちょっとお送りさせていただきました。またよかったらね、まあこういった動画近々、まああげたいと思うんですけれども、まあまた次タイミング来るとしたらいつでしょうね。まあ結構開くと結構まあそうですね、断捨離系の動画とか開くと思うんですけれども、まあ何かありましたらね、またやりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。ということでじゃあ今日の動画これで終わります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。